マーク17はアメリカ合衆国が開発した核爆弾。水素爆弾であり、アメリカ合衆国が開発した核兵器の中では、類似した構造のマーク24と並び、最も威力が大きいものの一つである。マーク14と同様に固形重水素カリチウムを用いた乾式水爆である。 1953年2月には実験兵器 TX-17 として設計が進められており、キャッスル作戦、ロメオ実験に用いるルント装置して開発が進められていった。ロメオ実験は1954年3月27日に成功し、予想以上の出力を得ることができた。ここで核融合兵器の急速な戦力化の一環として、 1954年4月以降に、エマージェンシー・ケーパビリティの名称で、TX-17 の暫定兵器化が行われた。EC-17 の名称で兵器化が行われたが、これは安全装置や、投下航空機の対比時間を稼ぐための、原則用パラシュートを省いたものであった。EC-17 は5発が生産されている。直径64フィートの原則用パラシュート等を、 備えたマーク17は1954年7月には完成し EC-17 は退役している。マーク17は核燃料に天然濃度のリチウム6を用いており、同位体比を40%程度にまで高めたものを用いているマーク24とその点で異なる。サイズは直径61.4インチ。 長さ296.7インチであり、重量4万1400から4万2000ポンド。ケーシングはマーク16と同等であり、先端が丸みを帯びた円筒形である。角質力はサブタイプにより異なり、10マウント、12マウント、15マウントであった。200発が生産されている。新艦は空中爆発のほか、もっと2には触発も用意された。 搭載機はアメリカ空軍の B-36 爆撃機のみであり、一発が搭載できた。1957年には退役している。ありがとうございます。